あらね、今回はあるんですけど、今回はですね、今回は検証動画なんですけども、このゲームでたまに空にね、風船浮かんでるじゃないですか、こちら。プレゼント風船っていうのがたまに来るじゃないですか、こういう感じで。で、まあ、それがあったらね、まあ、パチンコを用意して、思いっきりね、ガーンとね、パチンコを打つと思うんですよ、風船に向かって。そこでね、思ったのが、風船の真下に火がある状態で、風船をね、もう、思いっきり、もう、ガーンとね、割ったら、火の上にプレゼント風船が乗っちゃうんじゃないか。例えば今このね、火の真上に風船が飛んでるとします。その時に、もうパチンコダーンってやったら、こういう感じで、こういう感じで火の上にプレゼント風船が乗っちゃうんじゃないかっていう検証動画です。とりあえず果物食べて木を回収しよう。え、落ちない、落ちないんだけど。落ちない、なんで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 。落ちないんだけど、なんで落ちないの。落ちないの普通これ。落ち、あれこれ下にさ、花、花あったら落ちないの果物って。ああ、そうだよね、落ちるよね。ああ、そうなんだ。花あったら落ちねえんだ。初めて知りました。さあ、木を返せ！オッケー！で、これで風船が飛んでるの確認したら、風船の音しない気のせい。なんか今、なんか俺の耳がおかしいのかな。俺の耳がおかしくなければ今なんか風船と飛ぶシューって音聞こえたような気がする。これ。じゃあ風船が飛んできたら、こういう感じで速攻で気を埋めてパチンコでズドン。まあ、通常のね、普通のプレゼント風船は5分に1回ぐらいのペースで来るらしいです。運が悪ければ15分に1回とかで来るらしいです。うわっ、うわぁ、ビンタのチャチャラめっちゃラブ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 だな。これで A ボタン離したらどっちが叩かれんだろう。チャチャマルでした。選ばれたらチャチャマルでした。次は？さあ次はどちら叩かれる？チャチャマルでしたね。あ、こんなことしてる場合じゃない。風船が飛んでくるのを確認しなければ。いや、これ地味にめんどくさいな。歩いては確認してたからな。あ、来た本当に早く来た。なんかトスに捕まってる気。真上にして。ここだね、ここだね。ここです、ここです、ここの位置。どこ行った？待って、風船迷子になった。風船が迷子。あった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 。オッケー、ここね、オッケー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 。あ、ちょっとずれてる。なんかちょっと左下、並べてる。ここら辺じゃない？ここら辺できそうな気がする。はい、埋めて。はい。あ、来た。難しいぞ、やばい。よし、慌てた。難しいぞ、思ったより。ここら辺に来る？待って、難しい。いや、間に合わないな、これは。ここぐらいに木を置いときはちょうど良さそう。置ける？あー、ダメだ。置けない、ここ。あー、置けねえ。ちょっと待って。あ、オッケー。ここに木を置け。オッケー。で、マジか。オッケーじゃね？これ、オッケーじゃね？オッケー、完璧じゃね？完璧さ、ここで。え、ちょ、もう一回見ていいですか？ちょっともう一回、ちょっとリプレイ。で、あー、ちょっと、気が多くすぎた。あ、でもちょうどいいんじゃない？ちょうどいいんじゃない？わかんないけど。あらー、あ、ちょ、早かった。あらー、どうしても木の手前にプレゼント風船落ちちゃう。おー、あかん、間違えた。ちょ、間違えた。間違えた。8つけさせた。これ待って、パチンコで、あー